ピオキングです。今日もですね、トロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、あのツテルルさんが新作コースを出してました。サウンドトロールレベルというこのコース、ちょっとしたループ演奏と騙しコースを合わせたコースです。さあ、ここしてんのかカバーあったのかただこのコースで気になったのが、ループ演奏と騙しを合わせたコースですって書いてるんですよね。それが一体どんなものなのか、ツテルルファン、そしてツテルル攻略 YouTuber として見過ごしておけませんね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.11% で、ツテルルさんってね、いつも開幕殺しはないんだよね。多分今回も大丈夫だとは思うんだけど。うわ、いるやいるね、開幕ボートいや、まさかボートンが来ると思わなかったね。っていうか、この子ボートンで合ってんのかな。じゃあこのオープンブロック乗って上に行ってみるね。はぁそういうことしますで、なんかいつもとさ、音楽が違うよね。音楽じゃなくて、なんかドラムの音みたいなのが流れてるだけなんですけど。ここすぐ上行こっか。右行ったら多分ブロック開くよ。なんですぐ上行きます。あっつい、合ってた合ってた。で、ここで花を倒して右に行くと、そういう感じだね。ズンチ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 。いや、鍵とかどっかあったっけな。鍵を手に入れなきゃ、あの鍵扉入れないんだよね。この鉄球避けたら鍵が手に入るみたいな。なるほど、そういうことですか。さあ、鍵扉に入っていきましょう。ここもなんか違う BGM なのかな。ハローじゃないんだって。あ、音楽が鳴ってる。ただこの音楽、何の音楽なんでしょうか。花だ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 ちょっと音楽に乗ってね、ハラハラ言ってみたんですけど、どう、かっこよかった決めんだよじゃあここは一番右のこのキノコを取って右に行くと。いや、どうしよう、ここは真ん中でよかったね。で、右にさ、ジャンプしていくね。多分それでいけるでしょ。これが正解なんじゃないの。多分あれ全部罠だよ、ピシオヤシただ気になるな、あのガリガリ。きっと全部罠だからやめておこうかな。で、この石親父は回避します、しっかりブロックはずるいよ。ツンチ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 。じゃあこのドッスは右側にジャンプしてよけれっていう感じだろうね。なんで降りて右にジャンプしてよける、それが正解だね。さあ、こっから地下ブロックに乗って右、よしよし、合ってたね。今回そんなに難しいっていうわけじゃ違ってえ、いや、そんなとこドカンとかなかったよ。そこだじゃあ最初の鍵扉があるじゃん、あの右下、さっきのヒントのね、絵柄と一緒なんだよね。多分ね、この下に行けば土管がある。なるほど、そういうことだったのか。いや、これは分かんないね。どっちと思う。僕ね、こういう時スーパーフラワーだと思うんですよね。スーパーフラワーじゃない、スーパーボールフラワーでやってる。なんで違う2分の1じゃんか。なんでいつも2分の1外すのただ皆さん、今やられた時に右側に鍵扉があったんですよね。なんでこの鍵を取ってドアに入る、ドアじゃない、土管に入る。多分こうしないと次に進めないと思うんですよ。ただではやられませんよ僕。で、この状態で溶かしてドアに入る、これで完璧だね。さあ、続けていきましょう。はぁ、あ、くっそ、いや、戻ったらなんかあるの。リカバリーは、マリオどうしたじゃあここはね、チビになって先に進みたいと思います。これできっと合ってる。うわ、次はメットがあるな。このメットを蹴るしかないよね。右に蹴っても意味ないもんね。頼む、合ってて。どうだ、熱い花には引っかかってませんでした。このまま左行こうか。さあ、下にドクロリフトがあるね。右はなっぽくない、ドクロリフトの。だからそっちが正解っていうパターンありえるよ。頼む、合ってて。裏闘技場ですか。うわ、出やがったよテレサ。イカゲームの始まりですか。僕勝つよ、イカゲーム。賞金かけますか。はい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 、はい、強えじゃねえかドクロリフトに乗ってちょっとだけ右に行ってみよっか。熱い熱い、これで合ってんじゃないの。そしてこのドアに入る、来ました。時間欲しいな、すげえ欲しいスタッ、やった、待った、甲斐があってる。この
握り肉、あつあつ、ナイス、暑さに引っかかりませんでしたね。じゃあ一旦さ、ここでチビになって土管に入るっていう感じでしょ。さあ進んでいきますか。よしよしよし、今日はなかなか冴えてるよ。ここ何もしないでやってる、きっとそうそうでしょ。はあはははは、なかなかよりね、ここいつもさ何もしないでいいパターンじゃん。でここでキノコを取ってバネに乗っていくと思うでしょ。バネに乗らない、素直にジャンプしていこうか。あのバネ怪しすぎだもん。で大丈夫、これも引っかからなかったよ。いやどうしよう、上行きてー、すげえ上行きてーけど、このまま右に行こうか。そして氷を溶かして右に進むと、そういう感じだね。これは上で合ってんのかな。上行って扉に進むよ。一旦チビに慣れてか、多分そんな感じだね。じゃあ一旦ここでチビになって扉に進みます。この場所一回も引っかからなかったね、ビーム以外。どんな感じだろうここは。ジャンプします。でかキノコはいるよ、きっと絶対いる。でこの下に行くんじゃないの、頼む待ってて。いやマジでさ、今回ツテルル攻略 YouTuber の誕生じゃないの。なかなか回避してると思うんだよね罠を。なんか下足回るね、よく見たら。でこのまま右に行って上が怪しい。そろそろね罠っぽい方がね、あの正解っていうパターン来ると思うんだよね。いやどうだ、これは右でいいのか、頼む合ってて。であのビッグで罠っぽくね。なんで上に、いや取りますもん。ああやってないね。でももう分かった、このツテルルさん純粋だね、多分罠っぽい方が。あ、このツテルルさん罠っぽい方が罠だと思うんだよね。なんで罠っぽい方はもう全部いかない。ツテルル、それがお前のやり方か。じゃあこのハテナから一気アップが出てきたよね。この一気アップがスタを出してくれる。なるほど、そしてこの一気アップを回収しろと、そういうことだね。うわどうしよう、このハテナ怪しくない。はっはっはっ、大丈夫、合ってる合ってるよ。上は何、上すげえ気になるんだけど、おい何、はぁはぁ。そういえば最近ね、呪術廻戦の映画見てきたんだよね。すごい面白くてね、泣きそうになったんですけど。じゃあ新しい場所に来ましたね。キノコとかどこにあった。あのキノコを取っていくんじゃないのかな、多分そんな感じでしょ。取れんのかな、あ、取れる取れる、あれな、あ、第三者神経。でここでしゃがんで行けと、そういう感じだね。でここでキノコでツタ出してもらって、さっきの場所を進めるっていう感じでしょ。さあ行きましょう。ここを鉄球出てくるからね、この鉄球に引っかからんようにしよう。でここでテレサ出さないで進むと、完璧すぎ。そろそろ中間ポイント、はっはっ。悔しいこれ、もう。さあ気になってたこと言っていい、このピンクコイン取っていってみよっか。最後に鍵が必要になってくるみたいな、そういうの来るんじゃないかなと思いまして。さあ進んでいきましょう。でさっきさ、ここガリガリの真ん中にオープンブロックがあったんだよね、そいつを返していきたいと思います。さあここのドアに入る、これが正解でしょう。うわどうしよう、これ上絶対罠だよ、行かない方がいい。音楽もすげえ気になるな。右で走っていくね、右で走ったら P が踏める、そしてこのまま、わっ、いやー、 P スイッチを押して左に逃げろっていう感じかな、多分これで合ってるよね。で上なんか書いてるよね、なんて書いてるんだろう、ちょっとわかんないね。あ、矢印がいっぱいあったのが見えたんだけど、うわどうしよう、ゴム叩きます、スター、こっち来て、こっちに来て、はだなんか今日ね、僕叫び散らかしてるような気がするんですよね。なんで今から叫び禁止でいこうかなと、そう思っております。じゃあここはスター出さないで下に降りてってよかったんだろうね。なにこれ。新しいな、どうにかして止めたい、この甲羅を止めたい、止まってくれ頼む。じゃあここは左を進化しておくね、左を進化、そしてこのネットを抜けると、そういう感じなの、ね、壊れるんじゃないの、あ、右に行けっていう感じか。さあ右に行きましょう、なんか出たよ今、右上叩いたら、大丈夫、チェックポイント2か。
いや、取らしてくんのかな、これ普通に。ドス襲ってくるパターンでしょ。すぐ左に逃げるで。頼む。ねえ、よっしゃ。ナイス中間ポイント取り。そしてここはキノコ追いかけた方がいいと思うよ。なーに、そうきたか。これは新手の死に耐久ですかね。これは簡単でしょ、きっと。ほら。じゃあここは右下に追っておけばいいって感じだったね。ここでキノコが降ってきたんだよね。でこのまま下に行ってやられますと。あ、この場所でジャンプしてしゃがんでいけと、そういう感じだったんだね。さあまずここでさ、爆弾出しておいてあのブロックを破壊しておく、これがきっと正解だと思うんですよね。どんどん壊してってみよう。何もない感じだね。じゃあここは一旦当たって、これは一気アップか。ちょっとここも上に、いや、これ回避できるよ。ちょっと見ててね。まずテレサを、あ、そこにも仕掛けてんのか。じゃあここ爆弾でさ、ブロック破壊したのがダメだったんだろうね。自分で自分の罠にはまるという、何を言ってんでしょうか私は。じゃあここの果てやブロック叩かないで、このバネに乗って左にダッシュしてる、これが正解なんじゃないの。ほら、クリリー。じゃあ今引っかかった時にさ、ファイヤーフラワーが見えたよね。あのファイヤーフラワーを取っていかなくちゃいけないと。絶対これで合ってるよ。ほら来ました、これが正解でしょ、きっと。溶かしすぎましたかね。嘘でしょ、どうやってやられんのこれ。なるほど、左に戻れっていう感じか。このドアに入ったら何やられるんでしょうか。鍵が手に入れたね。なるほど、あの鍵にやられろっていうこと。あ、上のクリボにやられればいいだけかな。そういう感じ。あ、クリボ倒しちゃった。待って、来ないで来ないで。あ、閉じ込められた。新しい裏闘技場だな。いや、ずるいよ仮面は。なんでそんなに可動域が広いの。こっちは飛ばすしかないんだって。じゃあここはパックンだけ倒す。あ、じゃあここはジャンプするだけでよかったね。そんで下に降りていくと、あのブロックの上に乗っていこうか。隠しブロックとかないよね。じゃあこの上の乗って右に渡る。うわ、このまんま上に行っていいのかな。絶対ここなんかあるよね。なんでもうジャンプしない、今回はジャンプしないよ。絶対罠だと思うもん。なんでこのまま音符に乗ってジャンプ。怖え。くっそ。じゃあここ上に行ったらすぐジャンプしてみるね。きっとそれが正解だよ。これで合ってる。そしてこのハテナ叩いて左に逃げておくれ。この場所、え、ロールじゃないんだって。ラブって書いてたよ。じゃあここはハテナブロック叩いたら強スクが発動するんでね、何もしないで左に行きますね。そしてこの甲羅蹴ったら跳ね返ってくると思うから右の方に逃げる、それが正解でしょ。あっつあっつ、これ隠しブロック隠してたんだね。それじゃあこれで進めるっていう感じだね。もうそろそろゴールが近いと思うんだけどな。もしかしてこの50コインの中にゴールがあるとか、そんな感じかな。どうなんだろう、信じていってみる。頼む。わかってるじゃねえか、ツペルル。いや、まんまと騙されたね。絶対これゴールと思ったな。じゃあこのまま上に、あ、行けないね。あれ、こっから上に行けってことか。なるほど、それじゃあ進んでいきます。パイプって書いてるの。あ、なるほど、あの、このバーナーの中に土管があったってこと。鍵が手に入れれました。じゃあこの鍵で、ね、死に耐久から。いや、でもツテルルさんってあんま死に耐久ないもんね。カールって書いてなかった今。あれめっちゃ美味しいよね。さあここまで戻ってきてまいりました。あのバーナーの中に土管がある。いや、これは分かんないでしょう。で、なるほど、この音楽聞いたことあるよ。ちょっと黙っておくね。あ、GG って書いてる。これでゴール。あ、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 くっそ。やるか、この台湾か。武器はない感じだな、あんたは。
正々堂々といい勝負してやろうじゃねえか。じゃあこっから走って突っ込みます。スパリオの今までの過去最高の突っ込みを見せてあげましょう。いけいや絶対これでゴールできるよ。右に常にダッシュしまくってたらよかったんだよ。あのガボンが来る前に早く行けっていう感じだよね。なんでこっから常に右ダッシュ、これで進める。よっしゃ来た、もうゴールでしょこれで。さあなんか出る、もうそっから出てくんの。あっけんだあっけんだ。いやまさか最後にあのラッシュが来ると思わないよね。今後あのラッシュ、ステラッシュと呼びましょう。でここはさ、あの花が出てきたことを考えて早く進めばゴールできる。さかりゃくっそもう何このゲーム。このゲームに殺されそうです僕。皆さんお待たせしました、絶対これでゴールできると思います。もう来るなよ、もう誰も来るなよ、頼む誰も来ないでね。まだ甘いね、あと一つの罠ぐらいは必要だったんじゃないかな。それじゃあどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオワンテク届けというこのコース、奇跡じゃない方がいい、美しくなくていいと書いてますね。不格好でもいいからしっかりとテクニックを持ってクリアしろということでしょうか。ただサムネを見る限りじゃ葉っぱを取って右にジャンプしてゴールすればいいだけとは思うんですけど、クリア率を見るとそういうわけにもいかなそうですね。そしてベストタイム見てください、29秒かかってるんですよ。なんで葉っぱを取ってすぐゴールできるっていうわけじゃなさそうだね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.55%、 ゴール条件なんかあると思うよ。なるほど、尻尾マリオのままゴールね。っていうことは1回も当たったらダメっていうことだろうね、きっと。まずこの尻尾マリオ取ってさ、右の方にジャンプしていけないか試してみていいかな。わっ、うわ全然届かんねえこれ。ちょっともう一回試してっていいかな。これ僕ベストタイム取りたいんだよね。なんで右ギリギリでジャンプ、あすいません真面目にやりたいと思います。右ギリギリでジャンプしてみるね。これで届かなかったら別の方法を考える。うわ無理だね、絶対無理や、これ届かんね。まあ、別の方法を考えるっちゅってもね、もう P を貯めるしかないと思うんだよね。こうやってね左右で多くすれば P がね少しずつ溜まってると思うんだよね。この P を貯めて右側に飛んでいく、ちょっとそれで行ってみよっか。長くなりそうなんで少し早送りします。さあもうすぐ溜まりそうだね。ここで溜まったら P チャンする、そうこっから、はい、うわっこれさ1回のジャンプで上に結構上がるんだよね。その調節がマジで難しいね。さあ行けるかな、次でそろそろ来そうなんだよな。ここから行く、ワン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 これむずっけ、頼む、ワン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 。これほんと難しい、ごめんね、何回もこんなとこ見せる形になるかもしんないですけど、そろそろクリアします。やったどうもありがとうございました。この動画が良ければ、いやちょっと待って、さっき僕ベストタイム取るって言ったよね。なんでしっかりその約束を守っていきたいと思います。勝負の要はこの P をどんだけ早く貯めれるかによって決まると思うんだよね。なんで最速が29秒だったから271より早くあのゴールできればベストタイム取ると思うんですよ。いい感じじゃない、ちょっと見ててね。279でしょ、違う271か、271より早くこれでゴールできればゴール。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。